松平情報は、江戸時代後期の大名、伊予国今治藩の、第十代の藩主、地藩寺。貞房継九将松平家十代。官位は、十五位下、息守る。地藩寺時代に、九将情報と改正した。天保五年十二月二十九日、第八代藩主、松平正芝の三男として誕生した。天保八年に、父が死去した時は、 幼少のために後を告げず、代わりに、停止場の婿養子となった衝動が後を継いだ。情報は、天保11年5月23日に衝動の養子となった。加永3年12月16日に、十五位した、息守るに助任する。文久2年11月22日、衝動の隠居に伴い後を継いだ。反省においては、文久3年に軍備を養子軍群に改め、 今治海岸に砲台を創設した。幕末期の動乱の中では、砂漠派と尊王派の間で仲介、終戦などに尽力したが、慶応2年の第二次長州政党での幕府軍敗退を契機に、14代将軍、徳川家持に、その中止を進言しながら、次第に、薩長側に組みするようになる。慶応4年の母親戦争では新政府に従って、京都に出兵し、 五章を警備した。後に、甲府城の警備、江戸、欧州、藍津征伐にも出兵した。同年、大上官布告により、本家の伊予松山藩松平家と共に、原生松平氏から、本来の関元聖久松氏に復生する。明治2年6月の藩籍法還で中藩寺となり、明治4年7月15日の廃藩地県で面官となる。その後、東京へ移った。 明治5年8月7日、隠居し、養子の定広氏に家督を譲った、明治34年9月18日に死去した、去年68、求症情報に関するカテゴリー、ありがとうございます。